ハイスタンダードアルバム発売決定おめでとうございます。イエーイ。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さて、いや、びっくりしましたね。ハイスタンダードのニューアルバム発売ですよ。ハイスタンダード、前回はですね、こちらアナザースターティングライン、こちらをですね、事前告知なしのいきなりリリースっていうことで、もう SNS からですね、ネットニュースからテレビにもバンバン出て、まあ、ものすごい社会現象みたいになったじゃないですか。それから再びですね、活動は停止して、まあ沈黙期間に入っていって、ちょこちょこ神コベとかには出てたけど、また3人揃ってなんかね、いろいろやっていくって難しいんだろうなってなんとなくみんな思ってたと思うんだけど、今回はですね、なんといきなりのアルバムですよ。しかもだよ、でその告知がさ、看板です。今ね、こんなインターネットとかテレビとかさ、発達している中、レトロにね、街中に出てくる看板でアルバムの告知っていう、いやそれもね、すごいなと思って。看板ってさ、すごくこうレトロだけど、宣伝としてはですね、十分な効果があるもんだなって僕いつも思うんですよ。例えばさ、首都高とかわーって走ってるとさ、いつも出てくる広告とか、特別さ、その広告に対しての話はしないけど、でもみんながその広告見てるから、ああその看板だよね、知ってる知ってるって、多分話を振れば理解できる人とかも結構いたりとか、多くの人と共有する力っていうのはないのかもしんないけど、一人一人が見るもんじゃないのかなって思うんですよ。僕なんかすごいお酒飲んでさ、歩いて帰る時とかは、へえこんな看板あるんだとか喋りながら帰ったりとか時々する、まあやべえやつなんだけど、まあそんなこともねするぐらい、やっぱ看板って今こんな風にインターネットが発達している中、面白い宣伝方法だなっていうふうに思います。看板に気づくっていうのはさ、日常生活が普通に行われて、例えば学校とかさ、会社とかね、普通にやっててさ、当たり前のように看板で見慣れてて、家帰って朝起きたらさ、新しい看板に変わってるわけよ。そうしたらそこがアルバムの告知ってさ、日常生活がいきなり変わるから、そこに生活してる人にとってはすごいサプライズだよね。いや面白い、本当にすごい面白い宣伝方法だなって思います。しかもね、タイトルがザ・ギフト、プレゼントだとちょっと軽いけど、ギフトってさ、すごい丁寧な感じするし、なんか待たせた分作ったよっていう感じもして、なんかすごい楽しみですよね。発売がですね、10月の4日、フラゲ日が10月3日なので、今回もですね、もちろん一番最初に聞いて、一番最初にですね、どんな感じだったのかっていうのを動画でですね、発表したいなというふうに思っております。皆さん、今回のアルバムの看板告知どう思いましたか？ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。